足首を使った視点に膝とかしてて、例えばワックとか勇気だとつま先がこう開いてるんだけど膝はまっすぐでとかで、広しとかは逆にこう本来股関節使わなきゃいけないところを膝をこう前に引き出して、でここ膝をこうした時に怪我するなのがすごい怖いんですよ。でそういう部分を、まあ、普段から言ってるんだけど、よりね、俺より知識ある人だし、スキー界で、ね、僕トレーナーと言われる人からもちゃんと習って、ここでそういう部分も、まあ、一日よくなることないんだけど、向上して、で、ここから東京練習。なんかこの動きの基本って、これはまあ他のスポーツ、重心をどう動かすか、走るにしても、例えば何をかけるにしても、筋電図的に走るからと、一番その重心に近いところの深部の筋肉が筋電図的に最初にだから逆に言うと、ここから動いていかないとダメで、変な表現で足元から動くとかって言われることもあるかもしれないけど、まあ、それは比喩的なもので、実際はだって重心が足はこう自分の体重が乗ってるわけだから、自分の重心を前に行けば勝手に一歩でこうやって一歩出そうと思ったらこの人でもそういうわけで、勝手にこうやって行けば勝手に一歩出るわけだから、それがしやすいようにプロジェクトスタートを大事にできるし、今すげえなんか完璧にちょっと後ろに蹴れるようにするみたいな。蹴ってるってもそうですね、やっぱり重心を前に、滑りもそれは全部一緒だし、例えばスクワットなんかも重心をどう動かすか、ももがどう背中がどう動かすか、重心をどう動かすかで、重心って言えないんだよ、見えない、目で見えない、だから自分が感じるしかない。